Hello, my precious friends. This is Dr. Kaz Kinoshita. 英語スピーキング上達教材 You Can Speak と英語発音習得教材 You Can Listen の開発者木下和義です。このチャンネルでは英語習得に役立ちそうないろいろなテーマについてあるいは私個人の体験談についてお話しさせていただきます。今回のテーマは現在分詞とはです。この動画を見て面白かったあるいは役に立ったと思われた場合はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では現在分詞の形とその使われ方についてご説明いたします。まず現在分詞の形というのは動詞の原形に ing をつけます。例えば動詞 sleep 寝るですね sleep に ing をつけて sleeping これが現在分詞です。現在分詞の意味はその動作をしている状態を表します。例えば sleeping と言いますと寝ている状態を表します。そして現在分詞の使われ方その1は B 動詞とセットで進行形文章を作りますね。例えば The baby is sleeping 赤ん坊は寝ている。でこの sleeping は現在分詞です。使われ方2、現在分詞は形容詞的な使われ方をします。すなわち名詞を修飾、名詞を説明するときに使われます。例えば、A big baby、大きな赤ちゃんですね。Big は形容詞ですね、大きな。その Big の代わりに、Sleeping を使って、A sleeping baby としますと、寝ている赤ちゃんという英語の表現になります。ただ注意しなくちゃいけないのは、現在分詞と同名詞が全く同じ形なんですね。すなわち動詞の原形プラス ing。動名詞の場合は何々することという意味になります。例えば Sleeping in the class is not so good。 クラスで寝ること、寝てしまうことはそんなによくありませんという例語ですね。この場合の Sleeping は現在分詞ではなくて動名詞です。次に現在分詞を利用して英文を発展させる方法についてお話しいたします。まず名詞化表現とその応用ということでお話したいんですけども、すべての英文は名詞化することができます。ルール2は名詞化表現は他の文章の名詞と入れ替えることが可能です。その名詞化する方法なんですけども、その名詞化6っていうのがあるんですけども、これは現在進行形の文章から B 動詞を取り除きます。そうするとその表現が名詞になってしまいます。例えば My friend is teaching English という英文が立ちますね。この場合これは英語の文章です。私の友人は英語を教えていますけれども、そこから B 動詞 is を取り除いてしまって My friend teaching English としますと、この表現全体が名詞扱いになりますね。これは名詞化6のタイプですけども、意味は英語を教えている私の友人ということになります。で、具体的にその入れ替えの例を申しますと Tom lives in this house。トムはこの家に住んでいますという英文があったとします。この場合、主語は Tom で名詞ですね。Tom は名詞ですから、さっき名詞化した My friend teaching English と入れ替えることができます。そうすると My friend teaching English lives in this house。英語を教えている私の友人はこの家に住んでいますという英語になります。名詞化6は You Can Speak Method による分類ですけども、名詞化は
全部で35種類あります。英文の名詞化と入れ替え練習によっていろいろな英文が瞬時に言えるようになります。これが You Can Speak のスピーキング上達法の特徴です。現在分詞が使われている英文の名詞化に慣れますと今まですぐには言えなかった英文が瞬時に言えるようになります。 Well, thank you for your attention. See you again soon on this channel. Bye!